さんこんにちは、森崎アリスです。はい、ですね、今日のメイクは100均で、すごいね便利なものが売ってたんですよ。なのでそれを応用して2年ぐらい前にあげた目グリグリのメイクを100均のシートでやっていきたいと思います。イエーイ。こちらのシートを使っていきたいと思います。じゃん、見て、立体傷口メイクシールっていうのがね売ってたんですよ。なんか100均でこれ買えたら私のメイクいらなくないみたいな思っちゃったぐらいちょっとショックを私受けたんですけど、でもとりあえずこれちょっとこれを見た瞬間に私のその目をえぐってみたシリーズのメイクをすごく思い出したので、これで目がえぐれたらなって思ったので、ぜひハロウィンに皆さんこれ100均でダイソーで買えるのでこれ買って試してみてください。それではメイクしていきたいと思います。あ、すごい、なんかね両面シート入ってる。これで多分こういうとことかなんかこういろいろ多分いろんなとこにつけれると。つけていくのですね、この両面テープせっかくついてるので両面テープをなんていうんだろう、くり抜く感じ、こういう感じで切ってください。すごい工作みたいで楽しい。こうやってね、はい、こんな感じで周りにつけました。この粘着力結構やばいと思った。はい、こんな感じになりました。片面になるから見えない。ちょっと待って、ちょっと待って、ティッシュを用意してください。この目と、まあやり方は2年前の動画と一緒です。目とこのシートの境目を埋めていきます。つけまつげののりでつけていきたいと思います。本当はこうもっと大きく塗りたいんです。ちょっと幅を大きく取ってください。塗っていくんですけど、そして、これ100均で買ったファンデとスポンジで、際を隠していきます。で、こう細かいとこは逆に太いじゃないですか。はい、で、次パウダー使っていきます。そして赤のフェイスペイントを使っていきます。ここら辺がちょっとあんまり塗ってないので色をちょっと足していきたいと思います。はい、でこの中ですね、この中の部分を黒く塗っていきます。あとはこの周りをちょっと黒く縁取ってほしいです。こういう感じで、この上からまた赤を血のり重ねていくんですけど、ここら辺ちょっとえぐくしていきたいと思います。それは際が隠せない部分、結構埋まったんですけど、まあ、ゾンビっぽい感じの目を塗りたいっていう人の場合はですね、赤と紫とか黒とかちょっといろいろ試してみてください。手の甲の上とかでこうやって調節してどういう色になるかなっていうのやってみてからやってみると、はい、わかると思います。そして血のりを塗っていきます。
はい、ということで100均のシートでできる目えぐりメイクでした。皆さんやってみてくださいね。結構今日使ったのは100均のファンデだったり、100均のあのつけまつげのノリだったりとか、と100均のものでほとんどできるので、よかったら皆さんやってみてください。はい、それでは2年越しの復活の目えぐりメイクでした。皆さんやってみてくださいね。森崎愛でした。バイバイ。ハロウィン楽しんでね。めぐってね、ちゃんと。バイバーイ。